デアドイッシュコレスポンデントは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアの、ボルティモアストリートとポストオフィスアベニュー南西の角に、立つレインビルディングにあった。1869年頃、ボルチモアの大改善。デアドイチコレスポンデントは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアで、発行されていたドイツ語の新聞。メリーランド州で発行されていたドイツ語の新聞の中で最も長く刊行され。 ボルチモア在住のドイツ人の間で最も影響力のあった新聞である。デアドイチェコレスポンデントは1841年にフレデリック・レインによって創刊された。フレデリック・レインの家族はドイツ・ベスト・ファーレン出身で印刷業を営んでいた。1880年代から1890年代にかけデアドイチェコレスポンデントの発行部数は1万部に達した。 総う事は、週刊誌だったが、後に、日刊誌に変更された。デアドイチコレスポンデントは1918年4月28日、第一次世界大戦回戦に伴って、ドイツ人に対する嫌悪感が広まったことを受け、廃刊となった。デアドイチコレスポンデントは、メリーランド歴史協会及び、アメリカ議会図書館のアメリカ年代誌プロジェクトによって、デジタル化が進められている。 ハワード、ジョージ・ワシントン、ザ・モニュメンタル・シティ、It's Past History and Present Resources、ボルティモア、MD、JD ・エラース&、CO、イングレイバーススティームブック・プリンターズ、P60、http://books.google.com/books ススララッッシシュ、ID=80s トップ4アザック&、ピコグラム =PA60V= オネパゲ、&Q&、A. F イコールフォルス2014年7月22日、閲覧。ラスムス戦、フレデリック N、プリザービング、A パートオブザシティーズジャーマンパスト。 ウォルティモアさん、http コロンスラッシュスラッシュアークルズ .baltimoresun.com スラッシュ2010-01-24スラッシュニューススラッシュ b a l m d b a k s t o r b y 2 4 j l 2 4 1メリーランドジャーマンズジャーマンエクソダス。ジャーマンニュースペーパーズ2014年7月20閲覧。ありがとうございます。